来月10日投票の参議院議員選挙が今日公示されました愛媛選挙区には現職と新人合わせて5人が立候補18日間の選挙戦がスタートしました愛媛選挙区には届出順に自民党現職で公明党が推薦する山本純三さん NHK 党新人の吉原博之さん政治団体日本第一党新人の 松木隆さん政治団体参政党新人の八木邦康さん無所属新人で立憲民主党が推薦する高見千香さん各候補は第一声で何を訴えたのでしょうか何としても人の命を守っていかなければならないその地域を私たちは政治家として守っていかなければならないそのためには防災ということに 大前提をややれるることは全てやるんだもちろん予算がたくさんかかるんですでもそれを乗り越えて危ないところから一つ一つ安全性をしっかりと確保していくことこれは政治がそういう覚悟を持たなければできない話であります基本政策の4つの政策である NHK スクランブル化放送の実現そして 消費税、減税ですね、5%にし、国債発行していく、そしてエネルギー問題、そして防衛力の強化というところで,で、すねこの4つをしっかり掲げてやっていきたいと思います。僕の声が届いているかどうかわからないですけれども、日本を良くしていくために、ここでしっかりと発言をし、皆様に支持していただける候補者になりたいと思っています。このロシア そして北朝鮮、そして中国からの侵略に備えるには、核武装しかないとわれわれは考えます、憲法9条という幻想に引きずられてきた我が国にとっては、ここは乱暴に聞こえるかもしれませんが、手っ取り早く国防を強化するには、核武装しかないと考えます。 食や、あるいは医療、あるいは農業、本当に私たちが考えなきゃいけない問題、たくさんあるんです、私たちの子供の寝顔、孫の寝顔、家に帰ったら見てみてください、そういう人たちにこの日本をつないでいけるのかどうか、私たち自身が私たちの手でこの社会を変える、そういう賛成と、投票に行っても、どうせ入れる党がない、そうやって政治を諦めている人、 そういう人たちの受け皿に賛成とはなります。日本の明るい未来を考えました。それは何かということです。それは子供たちへの未来投資だと私は思いました。なぜかというと、親の収入の格差で子供の教育格差が生まれているのも事実です。どこの地域でもどこで生まれてもみんな同じようにしてあげられる。 それが一番大切なことだとだ思っています私が皆さんを明るくともせるよう、今回の参院選では、物価高への対応をはじめとする経済政策、ロシアのウクライナ侵攻で国民の関心が高まっている外交・安全保障政策。 アフターコロナも見据えた新型コロナ対策などが主な争点になるとみられます今日公示された参議院議員選挙投票は来月10日に行われ即日開票されます